ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。よし、今回は SCP-337 の紹介だ。いつも通り、画面を見ていれば大体理解できると思うので、軽い感じでご視聴くださいだぜ。よろしくね。じゃあ、始めるぞ。アイテム番号、SCP-337。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-337 は、厚さ 50cm の鉄筋コンクリートにより構成された収容室において収容されます。収容室の内壁は研磨された状態を維持し、週に一度、破損の兆候がないか検査を行ってください。収容室への入室は、許容誤差である100ミクロンメートルを超過しないよう設置された、二重の鋼鉄製アーチ型ドアシステムを用いてのみ行われます。各ドア間に存在する控え室には、遠隔操作可能な液体燃焼式火炎放射装置が設置された状態を維持し、収容室内及び控え室は、遠隔監視カメラを用いて常時監視するようにしてください。監視カメラの故障、あるいは異動が確認された場合、収容担当者に直ちに報告を行ってください。収容室の最奥に設置された完全循環式シャワーシステムには、月に一度、給水システムの点検及びフィルターの交換を行ってください。SCP-337 の収容担当職員は、頭髪及び体毛を 4cm 以下に保つよう求められ、定期的に全身の検査を受けることが義務付けられています。収容室に入室する職員は、携帯型火炎放射器を携行した、2名以上の警備職員を随伴させるようにしてください。事案337の A の発生後、実験に用いる D クラス職員は、鎮静剤を投与した後、担架に拘束した状態に置くことが義務付けられています。週に一度、定められた手順に従い、任意の D クラス職員より 2cm 以上の紙束を採取し、SCP-337 に給仕するようにしてください。SCP-337 が食事を行っている最中、担当職員はほうきやちり取りを用い、収容室の床に落ちている髪の毛の掃除を行ってください。事案337の C の発生後、特別な許可が与えられた場合を除き、SCP-337 の収容室から 15.24m 以内で掃除機を用いることは禁止されています。説明。SCP-337 は、形状や大きさを絶えず変化させ続ける性質を有する、人間の頭髪により構成された重量約 60kg の実体です。完全な自立移動能力を有しており、幅広い運動行動及び、18kN を超える力を発揮することが可能であると判明しています。また、ある程度の知覚能力を有しているように観測されるものの、これまでに行われた意思疎通の試みでは、限定的な成果を得るにとどまっています。詳細は、事案337の B を参照してください。事案337の B は、過去に SCP-337 の収容を担当しており、現在は個人であるソロモン博士の顔。SCP-337 が自身を形成する頭髪により形作り、現在の収容担当者である某博士に強い精神的影響を及ぼした事案だぜ。あら？十分奇妙だとは思うけど、事案と呼ぶほどのことじゃない気がするわね。ああ、真偽のほどは定かではないようだが、某博士が受けた精神的影響の程度が著しく大きかったことから、SCP-337 は、人間に対して精神的影響を及ぼす異常性も有している可能性があると考えられているようだな。では、続きをどうぞ。SCP-337 は、自身を構成する頭髪の全てを、個別かつ精密に操作可能であると判明していますが、どのような方法によりそれらの操作を可能としているのかは、現在までに判明していません。SCP-337 より採取した毛髪を分析したところ、その組成に人間の毛髪との差異は確認されず、SCP-337 より自然に抜け落ちた頭髪の分析では、色素が抜けていることを除き、非常な頭髪と一致する組成が示されています。また、SCP-337 より採取された、あるいは自然に抜け落ちた頭髪は、非常な頭髪と同程度の引っ張り強度を示しており、火や刃物、一般的な化学薬品を用いることにより容易に損傷を与えることが可能であると判明しています。SCP-337 は、感覚器官を有していないように観測されるものの、何らかの手段により周囲の状況を正確に知覚しており、その知覚能力は、一般的な人間のそれを凌駕しているように観測されています。多くの場合、これらの知覚能力は主な栄養源である人間の頭髪の発見、摂取に用いられることとなります。SCP-337 は、自身の周囲約30メートル以内に 5cm 以上の体毛を有する人間、以下、対象と呼称、が接近すると、直ちに捕食形態へと移行し、対象に向かい数本の頭髪を結び合わせた紙束を伸ばし始めます。
また、SCP-337 の近く範囲は、その周囲を防壁により取り囲んだ場合においても狭まらないことが判明しています。その後、SCP-337 は対象の元へと高速で移動し、対象を拘束、包み込もうと試みます。試みが成功した場合、SCP-337 は対象の手足を拘束し、十分な長さに達した毛髪の全てを収穫し始めます。毛髪は、毛根を含め根元から全て収穫されることとなりますが、その際対象は一切痛みを感じなかったと証言しており、収穫された毛髪は、結び合わされた毛髪などにより直ちに SCP-337 へと取り込まれることとなります。収穫が完了した後拘束を解かれた対象の体には、軽度のあざ、失血、死亡などが確認され、この痕跡は、SCP-337 が毛髪の収穫を容易にすることを目的に、何らかの手段により毛髪を内皮より部分剥離させた影響によるものであると考えられています。SCP-337 の収穫行為の対象となった部位に存在した毛髪は、それが発毛不全に陥ったものであった場合、一連の収穫行為が終了した後、健全な発毛サイクルを取り戻すことが判明していますが、現在までにそのメカニズムは解明されておらず、人為的な再現の試みは全て失敗に終わっています。回収時、SCP-337 は不衛生な状態にあったものの、回収後は衛生的な環境を好むよう変化したように観測されています。詳細は、ホイを参照してください。中期。SCP-337 には液液を好む傾向が確認されているものの、毛包が無傷であり、抜き取られてから数分程度しか経過していない毛髪であれば、人間から切り離された状態にある毛髪であっても自身に取り込むことが確認されています。我々は、SCP-337 の収穫行為と同程度の痛みと効率で、対象より毛髪を採取する手法の開発に成功しました。よって、今後は総合戦の可能性を最小限に抑えることを目的に、SCP-337 と D クラス職員との物理的接触は、承認された実験時のみに留めることが推奨されます。また、自身を給仕対象とし、SCP-337 との意図的な接触を希望する職員が現れる可能性を鑑み、そのような申請は例外なく全て却下されることをここに記述しておくこととします。博士。ほい。回収経緯。SCP-337 は、とある地方新聞に掲載された、下水道より出現した蛇が老人の髪の毛をむしり取る、との見出しの記事を、エージェント、が発見したことを機に、ペンシルベニア州、に存在する、大型老人ホームの配管システム内より回収されました。まず、当該老人ホームと契約する消毒会社の作業員を装った財団職員が現地に派遣され、入居者及び老人ホームの職員を全員待機させた後、本格的な調査が開始されました。派遣された財団職員は、施設の上下水道を全て封鎖した後、水回りに異常存在の痕跡がないかの確認を行いました。痕跡の確認作業の最中、SCP-337 の一部が姿を現し、エージェントの頭部に接触を試みたものの、接触はエージェントが携行していたナイフにより阻まれることとなりました。その後も捜索は継続されたものの、45分以上その姿が確認できない状況が続いたため、施設の配管システムにパイプ洗浄剤を集中投入し、対象を施設の地下に存在する整備室のパイプに誘導する試みがなされました。火炎放射器を携行した数名の財団職員が整備室に配置された後、パイプ洗浄剤の投入を開始したところ、計画通り、対象は整備室のパイプに姿を現しました。しかし、出現した対象は財団職員の予想を超えるほどの巨体であり、整備室全体が覆い尽くされることとなりました。財団職員は一時的に混乱を呈したものの、火炎放射器を用い対象の一部を焼却することに成功し、対象は、燃焼した部位を切り離しつつ施設の換気ダクト内を移動し、最終的に施設の駐車場へとたどり着くこととなりました。駐車場にたどり着いた時点においても、SCP-337 の体長は、メートルを超えていたと推定されています。その後、調査チームの残存メンバーにより施設駐車場を取り囲み、支援部隊が到着するまでの間 SCP-337 に火炎放射を浴びせ続け、その移動を妨げることに成功し、支援部隊の到着後、無事回収に成功しました。財団に回収された時点で、SCP-337 はその質量の 90% 以上を失っていたと推定されています。その後、整備室より発生した炎は施設全体へと燃え広がり、最終的に施設を全壊させることとなりました。上層階に待機していた人員のほとんどは、施設の倒壊前に避難を完了していたものの、エージェントをはじめ、名の財団職員が犠牲となりました。
その後、老人ホームの火災及び焼失は、電気ケーブルの配線ミスが原因であると公に発表され、損害賠償などに関しては示談により解決されることとなりました。あらかじめ避難させた老人ホームの入居者は、財団が経営する老人施設へと転入させた後に記憶処理を施し、問題なく、となりました。追記。収容から間もなく、SCP-337 は直径約2センチメートルの導管を通じ、一時的に収容違反を発生させました。数時間後、SCP-337 は収容施設4階の女性用シャワー室において、2名の女性職員を拘束しその頭髪を収穫している状態で発見されましたが、再収容のため現着した警備職員により、SCP-337 が女性職員が使用していたシャンプーを泡立て、自身を洗浄する姿が目撃されることとなりました。再収容が行われた後、SCP-337 の収容室にシャワー室を増設し、ヘアコンディショナーが常備された状態にしたところ、SCP-337 の脱毛率に著しい減少が観測されることとなりました。報告書の紹介は以上だ。自律移動能力や優れた知覚能力を持ち、主な栄養源である人間の頭髪の発見、収穫を行う習性を有する。大量の人間の頭髪により形成された実態、ということね。ああ、それで大体合ってるぜ。収穫行為にあたり、対象となった人物に軽微な傷を与えることはあるものの、基本的には温厚な性格をしているため、現在では安定した収容を実現できているようだな。ええ、そうみたいね。わずかな隙間からでも外部へ脱出可能であったり、人間を上回る力を持っていたりと、地味ながらも厄介な性質を複数有している割に、直接的な脅威度は低いオブジェクトという感じなのかしらね。ああ、こちらから危害を加えない限り、という前提はあるものの、財団にとってはそういうことになりそうだな。その前提が判明しているということは、過去に何かしらの被害は発生しているのね。ああ、指示に従わず、SCP-337 に危害を加えようとした D クラス職員が SCP-337 に飲み込まれ、その後、飲み込まれた D クラス職員の体の部位が、いくつか吐き出されるという事案が発生しているようだな。ああ、実験に用いられる D クラス職員が、鎮静剤を投与された後に拘束されるという手順は、その事案を受けて定められたものということね。ああ、無差別に危害を加えることはないというだけで、人間の命を容易に奪えるだけの能力は有しているということだな。では、今回の紹介はここまでにしよう。これからも地道に SCP の紹介をしていくので、よろしければお付き合いくださいだぜ。ではでは、ご視聴、ありがとうございました。